どうも、荒川龍太郎です。はい、今回も対談ということで、アスク道場の佐藤先生に、お越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張されてますか？緊張してます。これは何ですか？これは、一応スピードドラゴンっていう元気の時に名前があったので、はい、そのドラゴンの手の部分が、今の学生が、写真を撮るときに何かこうポーズ作りましょうみたいなときに、まあちょこちょこっとこうこんなんどうですかみたいな話が出たので、あ、いいなと思ってそのまま僕は使ってるんですけど。自分もじゃあ使っていきます。はい、これをちょっと、はい、徳島で。どんどん流行らせます、これ。流行らせてください。このアスク道場。はい、アスクっていうこの名前はどうやってこう決められたんですか？これちょっと恥ずかしいんですけど、はい、そのいろんな道場ある名前で、スタートは子供が入りやすい名前にしようが一番スタートで、可愛らしいやつにしようよって始まって、で子供の名前ランキングをインターネットでバーッと探した時にたまたまこれでアスクって読むのが出て、でまあ明日につながる空手いいねっていう文字が入ってて、そうです、で明日っていうのがこうワードでいいよねと思って、まあ空手ので空もあるし、いい感じだねで、はい、それでそういうのもそうなんですよ。ずっとこう気になっていて、よく読みにくい「アスカ」とか「なんて読むんですか？」とか試合会場でよく言われるんですけど、アスクで、はい、そうなんです。このチームカラーはこの赤ですか？赤です。これはもう先生が赤が好きだからです。これも考えました。あ、そうなんですか。はい、青とかその色のイメージを全部調べたときに、赤はやっぱりこう情熱で気持ちが上がるっていうので、じゃあうちはもう赤でいこうっていう。じゃあもうすごいこう先生の思いが入った。そうですね、名前と色も、はい、色と赤と、僕はもう荒川道場ですからね。そうですね。怖いみたいになっちゃった。怖いみたいになっちゃった。お前ちょっと変えようかな。いやいや、あんな伝統あるところそんな簡単に。大学は国際武道大学です。出身はどちらなんですか？出身は宮城県で、中仁田高校を卒業して、はいはい、で国際武道大学に入学して、でそこで、うん、あれか、中仁田高校やったから、その安住先生、そうですね、はい、と先生で、先生で教えていただいて、うんうんうん、今もその道場をやっていく中で結構影響は受けてます。まあ、練習メニューに関してもその当時のやつをまだ残すところはしっかり残しながら、勝手に受け継いでるわけではないですけど、勝手に、はい、でもそれは引き継ぎながらやってるっていう。高校の先生からしたら嬉しいですね。ですかね。であれですか、大学卒業されて、もういきなり道場の先生されたんですか？いや、一度一般企業に。あ、そうなんですか。就職して、はい、恥ずかしい話ですけど1年だけ、でそこでまあ子供と関わる機会もすごい多かった仕事だったので、ただこう自分でやりたいなっていうのがもう芽生えて、はい、でまあ就職する時にもそこの会社にずっと関わりたいっていうよりかは、もう一旦就職していずれは自分でっていうのはもう最初の段階でちょっとあったので。でも最初から、まあ、同情するか何かにしても自分で何かをしたいっていう思いがあって、そうですね、はい、でもそれから、まあ、就職先が子供が、はい、関わる仕事が多くて、はい、でじゃあ同情っていう話に、そうですね、なっていったってことですね。そうですね、結局そうなっちゃいましたね。同情、やりたいなっていうのがやっぱ心の中でずっとあって、はい、その就職されたのはどちらにされたんですか？福岡の方で。あ、福岡されたんですか。はい、へえ。だからこう、ね、点々としてる。はい。で、今回、徳島っていう形で、やってます。その、徳島って、なんかこう、今までの話の流れ的には、はい、全く関係のない土地ですけど、はい、なんでこの徳島を選んだんですかね。まあ、もともと嫁の出身が徳島っていうのと、あとこう、まあ、一旦空手はもう一旦やめて、はい、終わってて就職してだったんですけど、唯一心残りがちょっと国体にだけ、国体予選も出てないし、国体にやっぱり出た方がなんかこう空手やっててよかったなってこう最後に思えるかなと思って、でその話の流れの中でこう徳島でちょっと予選一回出てみようかなっていうので、はい、国体出て
でそこから本当は徳島に別にこだわりがあるわけではなくて、地元の宮城に帰ろうか、それとも、ね、関東の方に行ってみようかとかいろいろ考えたんですけど、やっぱりこう心の中で道場をやりたいなっていうので、自然にもう徳島でも始めてしまったっていう感じが強いかもしれないです。はい。その道場始めたいと思うきっかけが何かあったんですか？道場始めたいきっかけ、まあもともと子供がすごい好きだったっていうのと、はい、あとはまあ今回自分が道場をやるっていうので、まあ専業というかね、道場経営という形でやってるんですけど、もともとの子供の夢が空手の先生、小学校の時。あ、先生の子供の時の夢が。へえ。ただ、こう物心ついた時に、はい、やっぱりなかなか難しいんだなと、まあ、本業があって空手の先生を、ね、やってるっていう方が周りでもすごく多かったので、一旦その夢はもう諦めるというか、はい、違うなっていうのでなったんですけど、その時に自分の夢をこう一回挫折してしまったのを、今自分が道場をこうやることによって、まあ、子どもたちのその夢っていうのは一つ、まあ、ビジョンとして抱えられるかなっていうので、やるんだったら専門で道場経営で、はあ、っていうふうに決意。そしたらまあね、今こう通ってる子どもたちも、まあ、一つの夢が空手の先生っていうのがまあ、 あり得ることになるかなっていうので始めましたね。そうですね、まあ、やっぱり子どもたちの夢ってすごく大切ですし、うんうん、まあ、それが競技としての目標っていうのと、やっぱり道場の先生とか、うん、やっぱ学校の先生とかもそうですけど、そういった夢がこう広がると、やっぱり空手界自体も盛り上がるっていうのが、うん、やっぱそういう考え方ってやっぱ素晴らしいなと思いますね。やっぱ不安が出てきたりとかあると思うんですけど、はい、そういう不安とかはありましたか？そうですね、 100% やりたいことをやりたかった、はいはい、まあ、やっぱこう子どもたちをまあ集めるっていうのが、うん、まあ、一番難しいと思うんですけど、はい、私は子どもの扱い方がうまかったなっていうのは思います、うんうんうん、道場内に保育士がいますっていうような、はい、いますっていうのも一つの歌い文句でやってましたし、